やっぱり最強なんですけどもね、シングルではややちょっと不安な材料はありますね。そん
のあたり川田俊明付け入る隙があるかもしれません。しかしこの一方の川田なんですが、高さんやや外人を苦手としているという傾向ありますよね。そうですね、やっぱ19戦してですね、13勝6敗、はい、この6敗の中にやっぱり外国の負けが非常に多いですからね。そうした汚名を今宵返上することができるか川田俊明。いつ怒りの導火線に火がつくんでしょうか。いや早くもついているのか。先ほどのパワーボムがありました。ステップキックはいつか。5月17日このシリーズ開幕戦後楽園ホールタックマッチにてスティーブ・ウィリアムスがこの川田俊明を場外マット引っぺがしのオクラホマスタンピート川田半失神という状況がありました。その恨みを晴らすことができるか今宵川田俊明グランドです。武井さん、共にアマレス出身者ですがグランドになるとどちらに分があるんでしょうかね。これやっぱ体重で勝るウィリアムスが上になるとそれだけやっぱ体が苦しくなりますね。なるほど。高校時代国体でアマレスの頂点を極めた川田俊明、対するスティーブ・ウィリアムスは大学時代頂点を極めたアマレスチャンピオンであります。お互いの熱い出た出た出た起き上がり起き上がりこぼしちょっと主役のパワーボム以降それほど大きい技は繰り出されておりません。足に活路を見出すかグラウンドに活路を見出すのか川田俊明。ウィリアムスもそろそろ反撃に出そうと逆戦だリバースだ。そしてどうするのハイキックショートレッジからのラリアット気味の押し倒しであります。量はウィリアムスの方が多いですね。そうですね、明らかに体の光光はスティーブ・ウィリアムスであります。さあ抱え上げました。早くもオクラホマスタンピードの体勢か。しかしカードはまだ元気だ。バックリバーってカードはフェイスロックかフェイスロックかリバーってリバーか。はい、表情が見たい表情が見たい。さあこの体勢どうも進めている。しかしタードロープが近づいてまいりました。俗に言われるアナコンダ殺法というやつで大蛇が巻きついたような状態ですね。はい、さあ場外戦主導権を握るのはライアットオーバーザフェンス。開幕戦のようにウィリアムスが場外マット引っぺがしのオクラホマスタンピードに持っていくのか。そしてなんとなくそんな予感だ。鉄柱鉄柱しかしマットはあるマットはある。もう一回鉄柱放送席の前オクラホマスタンピードしかしマットは敷かれている。さあこちら体の表情目をつぶっている今しないさ。しかし武さんウィリアムスも随分疲れてますよ。疲れてますね。スタミナが消えてますね。ここで川田がうまく回復してくれればまだまだチャンスはあるんですよね。さあ和田恭平レフェリーカウントが入っております。まずはスティーブ・リアムスがすでにリングの中に戻っている。今エプロンサイドに手をかけました。期待したい。この男の燃える魂に我々は深い感銘を受ける。さあいつこのシーンがやってくるのか。スティーブ・リアムスグランドに持ってきております。オクラホマスタンピードでいわゆる体の後ろの部分背中の部分を痛めた。それにこれは力を加えているところなんでしょうかね。プラスですね、やっぱり自分のスタミナの調整をこれで測ってるわけですね。ああ、なるほど。これから
試合の流れ、作戦の聞き直しなどをしているのかもしれません。再びフロントスープレックス、今度はカバーに入る。2月とも完璧に川田の右腕をフックした状態で投げてますよね。さあカナリアンバックブリーカー、そして落とすのかな、水車落としかな、水車、あー、フィニしている。そのまま落としました。硬直してまいりました。川田が蹴り込みます。こちらも今が一番苦しいところでしょうね。鈴木八丁。さあボディースラム、そして指を突き上げた大技のプレリュードであります。スリーポイントスタンスから川田を決めました。決め手がないんですよね。なるほど。さあ満時ですね。いわゆる満時が目に入りました。こうしてじわりじわりとカワトシアキの体力スタミナを燃焼させようというところです。さあ川田登場、いかに苦しそうだ。首が決まってないだけまだ幸いですね。なるほど、完全ではないですね。完全ではないですね。腕とですね、足は決まってですね、首のフックがないんですよね、はい。指を一本突き上げた。再びスリーポイントスタンスからかわした。まだよく見ていた。しかしここで技を出せないのが川田、辛いところだ。ラリアット、エプロンサイドでラリアット、これを川田が追うぞ。川田が追うぞ。さあ場外、今度は場外でパワーボムか。俺、ああ、はい、ためになりました。 Budokan。
すぐさまカバー。再びカバー。カウントはツー。さあ、竹内さん、この後川田はどうするべきですか。何か大技が一発か似合ってほしいですね。バック、フォーボール、エンズイラリアット、ガトン返した。目がまだ引いてないんですよね。そうですね、今サードロブです。しかしかなりのダメージがあるようです。さあ、どうやら試合の流れ、モメンタムは川田としあきに流れてきたような、そんな感じがあります。さあ、川田が135キロ、ボディースラム、そしてバックダイブ、エルボー、やめないことですね。打って打って打ちまくることですね。さあ、始まった狂乱のステップキック、顔面蹴りであります。おおお、カバダパンチですか。これパンチか強打かですね。はい、ロープに走った、そしてエボー団長三沢三沢のエボーを打ってきました。打つならここなんですけどね。ウィリアムスが顔面蹴りであります。トップロープに据えた、さあ、並べ式の技を狙うようであります。ウィリアムスがサードロープに立っている。セカンドロープ川田、水車で落とされた川田としあき。たけしさん、どうですか。やっぱりあそこまでウィリアムとよく攻め込んだんですけどもね、最後の大事な場面でパワーボムが受けなかった川田のスタミナの差が敗因ですね。序盤戦川田はいきなりパワーボムを打っていきました。しかし後半場外でどうやらペースがスティーブ・ウィリアムスに流れていってしまったようであります。勝負タイムが20分46秒。川田千秋、まだ起き上がることができません。さあ、勝利一番指を出して、さあ、リングサイドに引き上げようというところ。しかし竹内さん、このウィリアムズもなかなか掴めておりませんか。そうですね、やっぱり最後の勝負どころあったって思いましたね。敗れた川田千秋、新しい春
Adios.